お前がマスクするのは俺がマスクしてたからなんだろ。そうですよ。あと有名なエピソードです、うん、それは。俺が昔マスクしてたんですよ、風邪予防でね、うん、あプロってやっぱすぐマスクするんだ、かっけーってなってそれで僕、真似して365日マスクしだしたんですよ、うん、ところが今全くしないですね。何だったんですか、俺が憧れたあの姿。いや、あの頃は本当にいろいろなあれですよ、思いの中やってたんですよ。本当に風邪ひきやすいなと思ってたから。なるほど。だけどあれをやるとですよ、はい、今度は逆にこれがないと風邪をひいてしまうみたいなになって、本当にしなかった日に混んでる電車乗ったら風邪ひいたんですよ。なるほど、なるほど。であ、これはもうあかんぞと思って、もうマスク依存症じゃ俺はと思って。俺もうそうですよ。お前だからそのままマスクマンになったらいいんですよ。もうなんかグレートサスケさんみたいになっていったらいいんですよ。そうです。だからもうマスクしてないと僕あんまりバレないんですよ。マスクしてると逆にあの声かけていただけるんですけど。あ、なるほどね。だから覆面声優になったらいいんですよ。だからイベントとかでもきっと、うん、あれあいつ誰ってなって、マスクしたらあ前のだってなるような